三津山城は、現在の島根県大地群有南町松淵にあった、日本の城。岩見国の中では、松田市の七尾城に次いで、古い山城である、大南町指定史跡。女王二年、富永町優によって築城。富永氏はやがて、出羽千円を名乗り、一大勢力を持ったが、昌平十六年に、高橋貞光による攻撃で、城主、 では実月は内ちじに白状した。高橋氏は三津山城向かいの山に本城を築き、そこを拠点としたので、三津山城は高橋支配時代には使われなかったと思われる。協力3年に高橋氏が毛利元成によって滅ぼされると、三津山城は毛利氏の岩見進出の拠点となった。A6 元年2月。 吉川元春を大将とする毛利軍が毛利方についた出羽元宮福屋高金らを率いて日山城に着陣。別途城を拠点に対抗しようとした天子四方の軍勢を打ち破っている。永六年間には毛利元成の子である元友が出羽氏に養子に入った。この頃に城が再整備され、城域も拡大し、現在に残る姿になったとされる。天正十九年に、 ではもとみが、出雲国に違法となり、廃城になった。標高530メートル、飛行180メートルの日山頂上を主角とする、典型的な連隔式山城で、日山の名前の通り、城跡は、本丸と西の丸の二つの高い車を中心とした縄張りとなっている。現在の巨大な城域は、毛利元成によって、永六年間に築かれたものであり、岩見国。 出雲国への進出ルートとして整備された際に拡張されたものと思われる。城下のエアケデラ集落に館があり、平時はそこで生活していたと推測される。また、城の南東にある南出城と呼ばれる部分が元々の日山城であったとされる。山頂付近まで乗用車が通じる登山道があり、城石は整備されている。2004年8月24日に、 町の史跡に指定された。ありがとうございます。